お願いします。七段戦ですね。僕の黒番です。大ゲマ締まりで今回は行こうと思います。これ開けますね。まあかかって三左上三入りたいなと思います。まあ、最近、この打ち方、流行してるんでね。まあ、知っとかないとっていうのもあるし。まあ、いいか悪いかは、やっぱり自分で実際に打ってみないとわかんないんで。そうですね。これは、覗きはありがたいですね。隅大きいんで。あれなんですよね。後手引くんですよね。引きますよね。うん、後手ですよね。だからこれ先手がでかいですね。で、ここでかいですね。とりあえず、ここがめちゃでかなんで。左上手戻せれば不満ないと思います。左辺がね、裾空きでなかなか固まんないと思うんで。抑えます。これは抑えますね。次が本手だけど、伸びるような手もありますね。伸びて戦えるかな。伸びて戦えるかな。切りには下手でやれるんで。まあ一応隅は行きますけど、って感じですね。封鎖できればそこまで。まあ、左上押しとかまた幅がいいんでね。かけ継ぎ、まあ、抑えるけど、うん、抑えるのがいいのか。隅から跳ねるのも厳しいけど、こっちも厳しいな。よく考えたら。これで切りがなくなったんで、そうですね。下牌ならまあ踏まないでしょ。さすがに。押さえるぐらい、押さえる手もあるぐらいですよね。まあ、押さえる手もある。まあ多分、行きは、あ、行きも際どいよね。グズミが効けばってとこですかね。白として。まあ、効くんで、まあ、息ぐらいはありますか。グズミに多分外つなぎぐらいなんで。まあ、取りに行かなくてもって感じですかね。これぐらいの息なら、そこまでえぐってないんで、耐えれるかな。二軒ぐらいがでかそうですね。右下の。ここまでいける。星下開きぐらいまでいけるか。押し打たないと曲がり効かされるの辛いから、そっち先かな。そっち先ですかね。左上押しの方が先ですかね。下辺開きもでかいんだけど、先に押しを利かしてから下辺ですか。
難しいですね。効かない、腰は効かない可能性が高いですけど。下辺開きなんですか。でも押し打たれって。曲がり打たれるの辛いですよね。これ切り打っちゃうと。いや、まあ行きますけど、どうなのかな。あんまり。どうなんですか。切り打っちゃうとって感じなんですか。切った、まあグズミは効きますか、それでも。まあそれだと打った意味あるかどうかって話になるんで。まあこれだと押してね、一矢飲み込んで。行きたいですよね。こう打ってくれたら。次に左辺打ち込み、さすがに厳しいですから、何か受けると思うんですけど、これ囲われても裾が空いてるっていうね。うん、そうですね。裾空きなんで飛び込みもどっかで打てればタイミングがあれば。次、左下の急所が厳しいですよね。直接動き出しはさすがに無理か。まあ、急所まではいけますよね。打ち込みまでいけんのかな、右辺は。ちょっとこれは外から主張がいいからってことですかね。まあ、別に、この字なら別に、上げてもいいですね。下辺はそこまで価値高くないんですよ。下の字は。まあ、真ん中の方が大事なんで、今。これはありがたいですね、逆に。こうってくれんなら。で、打ち込みたいですね。とりあえず。並びもあったか、並びだったかな、ここ。跳ね出し見てたんですけど。当たりはどっちだ、打った方がいいのか。当たりを打った方がいいのかどうか。わかんない。これがめちゃくちゃわかんない。当たりはどっちだ。今なら絶対効くんですけど。まあ意味ないか。まあかけ継ぎぐらいですかね。当ててきたら取りますね。上から。左辺はね、どのタイミングで打つのがいいのか。次が絶対効くんで、まあ、並びぐらいですか。なんか変な形か、逆に。
なんか変な形か？どうすればいいんだ？どうすればいいんだ、これ。へこみぐらいですか？いや、まあ、鋼材打つか。へこみたくないんですよね。ここでへこむと言って損ですよね。へこみたくないんだけど。当ても損だもんね。当て持ちたくないしね。白に継がせたいんですよね。なんとか。ちょっと損攻打てないしな。まあ、これもしょうがない。しょうがない。これは隅受けてらんないです。難しいな。どうやって封鎖するんだ。こんなもんか。これ取らないと負けまであるかな。じゃあさすがに左下でかすぎましたね。いやーなんか、思わぬところで、やられたかも。ちょっと左下でかすぎるな。70ぐらいあるもんね、白地が。ちょっと黒大変かな。これは。さすがに取れないか。これでもまだ生きてないんで、こう味を見てって感じですかね。まあ、取りに行きますよと言ってるんですよね。右辺の白。まあ、行きますか。交代できたし。これは行きたいっすよね。当ても効いたのかな？
まあ封鎖が本命か。これは黒が得しましたね、この解消なら。抜きで解消がでかいんで。これなら黒がいいでしょうね。おそらく。いや、聞くから打った方がいいか。40、60ぐらいですか、黒字が。40、65ぐらいかな。まあ、桂馬ぐらいで打った方がいいかな。でかいかな。うん、そこでかいね。跳ねてきたら切るってまでも考えたいけどな。あー、これはちょっとしくったか。あの、中央跳ねの方がでかかった可能性も若干。跳ねで止まるのかな？中央は。コスミがでかいですかね。逆に白から先手なんで逆寄せででかいですね。次で受けるのが正しいのか？当てたらどうなる？ついでくれんなら打った方がいいな。次か？次がダメ詰まりですね。でも1、2、まあ大丈夫でしょう。まあダメ詰まりだけどね。だいぶ怖いけど。まあ大丈夫ですかね。油断しない方がいいか。
これは抑えたいけど。抑えたいけど、なんかある。1、2、まあ、特にないですね。これは気持ち悪いね。気持ち悪いけど。気持ち悪いだけですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これは効くのかな。これは効くのか。いや、効いてるとも言えない。手抜きたいっすけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り2回です。手抜きたいっすね。抜きが手厚いのかな、逆に。手厚いか、抜きが手厚いか、この場合は。1、2、3。どこ打った？1、2。どこは隅、ここでかそうだな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り1回です。うん、でかそうですね。勝ちましただけど、だいぶ。手堅い。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、7。あ、これはやっちまったな。俺やっちまったわ、これは。これはやったな。これはやったな。これはやったなぁ。やっちまったなぁ。いやぁ、全然見えてない。いやぁ、全然見えてないじゃん。いつものポカですわ。
これは相当やったね。1、2、3、4。これ逆転されててもおかしくない。7。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8。いやー、逆転されてるな、これ。やばい。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやー、ひどいですよ。口座ないよね、どこにも。1、2、3、4、5、6、7、8。いやー、そうですか。そうですか。いやーもう5億ぐらい、そう、これははっきり勝ちだったのが分かんなくなったな。逆転されたかも。さっきまでははっきり勝ちだったけど、分かんなくなってしまった。残ってると思うんだけど、多分。多分残ってると思うんだけど。細かいけど多分黒残したと思うんですけど、残したと思うんだけどね。さっきまでははっきりだったけど、ちょっとね、自信はないけど、残ってると思う。かなり細かいですね。あ、勝ってました。よかった。ありがとうございました。黒が7目半勝ちですね。はっきり残ってましたね。はい、ありがとうございました。黒7目半勝ちです。ちょっと右下のね、ちょっと寄せがひどかったですけど、まあ。まあ寄せひどかったですけど、全体的にはうまくいったんじゃないですか。よくやった方ですよ。うん、まあなんとかね、勝ち越してますね。7段でも戦えてます。なんとか勝ち越せるぐらいには。ちょっと検討していきますか。まあね、いろいろね。まあこの大ゲーマー流行ってますよね。で、33もね、流行ってるけどね、いいかどうか。なんで33打つかというと、まあなんで33打つかというと、まあ僕の考えなんですけど、
まあ、例えば、まあ、こういう布石になったとすると、これだと三々す、入りにくくな、後からだと入りにくくなっちゃうっていうのと、まあ、どうせ入るん、どうせ隅入るんで、後から。後から入ると行きにくくなるんで、今だったら簡単に生きれるんですよね。だから、どうせ後から入るんだったらもう先に入っちゃうっていう気持ちで入ってますね。うん、簡単に説明すると。今だったら、すごい簡単に黒生きれるんですよ。後からだと、死活の問題が絡んで非常に難しい。で、この三々入った形が、黒からこの当てて下がる手が結構辛いんですよね。この上辺が地模様になりつつ、左辺裾分きで、この形が辛いと見てますね。まあそんな、簡単に説明するとそんな感じですか。地を稼ぐだけ稼いで、あとはもうしのぎ勝負にしちゃおうかなっていう精神。まあ、これ黒多分だいぶここで良くなったかなと思ってます。そうですね。押し回れたところで、そうですね。黒がまあ、だいぶは言い過ぎだけど良くなったと。あの、最後の大場、手止まりっていうんですかね。この手止まりが大きいんですよね。下辺の開きを。下辺の開きが、その手止まり、最後の大場なんで、ここに回れた方が優勢なんですよね。だからそこ回れるように、石を持ってったんで。で、ここ回れたら優勢だと思います。で、真ん中の厚みの方が大きいんで、まあ地は、最初に稼いでるんで、まあバランス取ってですよね。で、ここでね、難しいとこでしたよね。まあ、これ継ぐわけにはいかないんですよね。これ切られて、ぶつかりも効いて、当ても効いて、全部効いて、これすごい凝り形で、この形にだけは絶対、なんて言うんですかね、許容できないというか、効かされはちょっと耐えられないんですよね。これだけ効かされると。全部効かされ。だから、どっかで反発しなきゃいけないんだけど、で、抜きなんですけど、これね、白に継いでくれたら謝るんですよね。例えば、まあ、一回継いでもらえたら謝るんですけど、もちろん。だからこれ、継いでくれてないのに謝るわけにはいかないんですよね。この形で謝る、これはすごいまたここもさ、帰化されるんですよ。さっきと、状況そんな変わってないんですよね。さっきの図と。これだと意味ない。これだと、この図だと聞かされでまた意味ないので、まあ、ここも、受けるわけにはいかない。ここは、もう抜いた以上こう争うしかないところですね。まあ、左下死んだんですけど、まあ、気合ですよね。死んでも、継ぐよりマシってことですね。左下死んだ方がまだ、効かされないだけマシというか。結局、取られたんですけど、攻めが効きましたよね。攻めが効いて、中央に黒地ができましたよね。で、こっから持ってって、まあ、実戦でも現れたとき、まだ右辺の白石が生きてないので、まあ、普通だったら無理な手が、もう打ちたい手が打てるんですよ。まあ、こういう互形になった、左下が死んで、こういう互形になった方が自分が打ちたい手が打てるんですよね。その、打つ手を我慢しなくていいというか、自分が打ちたいように打てる。もう、右辺がまだ生きてないのでね。切りをね、まあ、どこで仕掛けるかが一番難しいですね。ここで仕掛けるのもあったかもしれないけど。まあ、ここで持ってきましたよね。で、全部手厚く受けて、まあ、白は良好にして生きたんですけど、ここの良好にして。まあ、中央解消して、
不満がないんですよね。これ2つ抜ければ左辺の黒石の援軍にもなってますし、不満ないですよね。この形なら全然不満ないで、黒は全く損してないんですよね。上から利かして下からこれも効くと、これではっきり良くなったかなと思います。そうですね、ポイントは、そうですね、この子の一番のポイントはここですね。ここが一番大事なところで、これですね、ここ抜いたときに、この子が非常に大事だったということですね。この、左下死んでも、この子は勝ちに行くんだっていう気合が。白はもっとでかい小材使わなきゃいけなかったんじゃないですかね。もっとでかい鉱材、左辺、まあ、こっちの切りとかね、うん、左下は字だけの問題なんで、気合はこっちですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。